もう気を取り直して第2レースは猿の惑星オジェネシス DK ジャングルでございます。今日も元気にマリオカートスタートということで、第2レースは DK ジャングルということで、まあ、今日も元気にマリオカート8デラツクス実況をね、頑張ってやっていきましょう。で、俺ですね、最近思ってたのが、今ね、12月7かな ?12 月7なんだけど、ガキツカっていう番組があるんですよね、1月1に。あ、1月1か、あ、違うか。12月31日の、まあ、6時半ぐらい ?6 時半ぐらいから、年またぐまでやるんだけど、今年もなんかないらしいですね。なんか、俺さ、あの番組、一番好きなのよ、テレビで。なんか今テレビ離れとか言ってるけど、なんかテレビ離れとは言え、テレビ離れとは言え、なんかガキツカと紅白歌合戦だから、まあ正月の時だけはなんかね、もうの高校生もなんかテレビ離れしてる人もなんかテレビをね、家族と囲んでこたつ囲んで見るみたいなね、見るのがなんかめっちゃあるあるだと思うんだけど、いや、だからお前一発だけ当てて帰るなよ。お前は、お前 8.6 秒バズーカみたいな一発屋がいたのよ。誰、俺ほんと、いいの引いたね。テレサがいいの持ってきてくれた。はい、お前、おい、 8.6 秒バズーカどこ、ねえ、おい、おい、 8.6 秒バズーカどこ、はい、もう引くよ。8.6 秒バズーカ引くよ。ねえ、ねえ、いや、ねえ、うし、もうマジやだこのゲーム、マジで楽しくない。待って、どうしよう。待って、これさ、あれだね、後ろがもう一人もいないから後ろを警戒する必要はないってことで、スタート。おっ、無言で、あ、無言で、無言だ。やっぱこの世は無言だね。無言で行動しよう、みんなも。そう、なんかもう、なんか俺努力しますとか言わないで、もう努力しましたって結果を持ってきた方がかっこいいから、もう使う、テレサ怖いんで使っといて。どうしよう、ねえ、ねえ、お前当てるよ。お前2発や、お前2発当てるよ。一発やじゃないよ俺は。お前ドブロックみたいなの、え、この順位でスター出んだ。ね、サンタもう一発ドン。あ、やっぱ喋っちゃうとダメ、喋っちゃうとダメなんだ。ねえ、後ろ、お前、俺10発やするよ。ねえ、ねえ、ドブロックって一発屋で終わると思ったけど、なんかめちゃくちゃ頑張ってる、めちゃくちゃ面白いから生き残ってる。ねえ、ねえ、とにかく明るい安村の一発屋だと思ったけど、なんか有吉の壁でめっちゃ頑張ってます。第3レースは翼を授けるで有名のビッグブルーということで、ここはね、まあ比較的ね、ミュートシティと似たコースなんで、あ、ここでね、特大ショートカットがあるんで、ここスタート。まあ、特大ショーツカッツね、特大ショーツカッツを生かして使っていきましょう。あ、俺日本語がおかしくなった。特大ショートカットを使っていきましょうって、なんかマジ日本語がおかしいんで、なんかもう頭痛が痛いみたいな感じか。まあ、それで、ショートカット、特大ショートカットを使ってバチコリと1位をね、かっさらっていけたらなと思います。あ、ここ、もうだから赤やめろよ。もう、いや、危ねえ、今落ちたらほんと通信切ってた。今のマジ回線落ちしてたんで、絶対に。無理やり。いや、ほんとやめようかな。マリオカートやめようってどこまで考えた。マリオカートの引退を検討します。マジ。マリオカートの引退の検討を加速しますね。ほんとに。マジで。マジ、いじってるとかでもなんでもなく、マジで。マジ俺加速しようかな。キノコだけにね。あははは、編集中の僕。今の部分を見て、編集中の僕はマジ真顔。真顔で冷徹な顔して見てます。サンダー振れば笑ってるな。編集中の僕を笑わせてくれ。サナ、ドン、ドン、ドン。ねえ、まあ、さすがにそんなね、そんな甘い世の中ではなくないよ。あ、甘い、この世は甘い、この世は甘い、社会は甘い、糖尿病になっちゃうぐらい甘い、ということで。待って、キラ甘いんでね。1、ま、ね、やめようよ、マジでやめようよ、やめようよ、パパパ、どうしよう、当たらないんだよね。残念、お前らのそんなね、ゴミみたいなファイヤーは当たらないんだよ。残念でした。お疲れ様でした。お疲れ様さ、タバサ。これ1位いけるでしょ。これ1位いけるね。よっしゃ、1位。よっしゃー !1 位よっしゃー !1 位取った!あ、ごめん、リビングで親が泣いてるわ。使わなくてよかった!ねえ、なんでやねんかやな、まん名前やもやもやまなー。